あれ？リツコ？こんにちは。赤木リツコよ。あ、やっぱり。何してるんすか？今日、CM をみんなに見るそうね。ああ、そうなんですよ。今日、8月13日の夜で、10時から見るんですよ。私、テレビ版のリツコなの。あ、テレビ版の世界線の方の、新劇場版の方じゃないの？でもとっても気になるから見に来たわ。どうもどうも。すごいすごい。ママ、で、ま、ママママって言ってるけど。ママじゃないわ。私は独身。ジジじゃないわ。あなたも乗る？エヴァンゲリオン。乗りなさい。暑いわね。ちょっと今日最近ね、残暑が続いてるから。セカンドインパクトの影響で夏しかないから。なんかご飯とか食べました？今日まだよ。あ、ご飯作ったんで食べます？食べるわ。じゃ僕と一緒のメニューになっちゃうんですけど。え、大丈夫ですか？庶民的なメニューでも食べるの？庶民的に出されてるの。え、なんか嫌いなものとかあります？嫌いなもの、男かしら。いろいろあるから私。あ、いろいろ。あ、すいません。めんどくさいな、なんか。打つわよ。いやいや、ここここここ。すぐ打つの私。怖いな。じゃあちょっとすぐ持ってくるんで。え。ん？あれ？あ、え、ちょっと靴下穴開いてない？あ、これ。ありえないわ。いやいや、開いてるよね。じゃあ持ってくるからご飯。え、はい、じゃあすいません、持ってきました。どうぞ。え、これ何かしら？これ今日の僕の夜ご飯なんですけど、鶏のささみとあとブロッコリーとエビのレンジでチンしたやつです。餌なの？餌じゃないよ。いや全然餌じゃないです。いや、まあ、普通のご飯、普通のご飯。ネルフはね、結構なんか液体みたいな感じで美味しいのかどうかわからない料理食べさせられるから。はい、夜ご飯はね、ちょっとなるべくカロリー抑えめでやってるんで。なるほど。はい、シンジ君の料理ね。はい、僕もこれ。ま、ミサトの料理よりマシね。味付けとか何もついてないんですけど。ドレッシングは欲しいわね。何がいいですか？オリーブオイルに塩。オリーブオイルに塩。はい、どうぞ。何これ？え？ LCL じゃない。いやいや、オリーブオイル、オリーブオイル。オリーブオイル、めちゃくちゃ LCL じゃない。あ、大丈夫ですか？大丈夫、握力が弱いの。そんな設定あったっけ？あんまりリツコ知らないんじゃないの？貴重ね、塩。ああ、そうですか。あんまないですか？セカンドインパクト以降海がもうダメになっちゃったから。あ、塩取れないんだ。多分ちょっとふわっとしてる。どうやって食べればいいの？あ、じゃあフォークか箸かどっちかにしますか？ロンギヌスの槍はないかしら？槍ないですね。カシウスでもいい？あ、カシウスもない。でかいでしょ、槍は。ガイウス。いや、ガイウスもないね。それじゃあネオンジェネセレナイじゃない？ネオンジェネ動詞なの？ネオンジェネスって。ネオンジェネセレナイは、ネオンジェネセレナイって言うんだ。ガイウスがないとネオンジェネセレナイは。どうぞ。届いたわ、ロンギヌスの槍。ええ、フォーク。大丈夫？そんな白衣で跳ねたり。何を気にしてるの？潔癖症ね。この先辛いわよ、人の間で生きていくのが。すげえ。サンダルフォン。いや、キモいな、食べる前に。うん、まあ、チンしただけですけど。うん、いいっすか？ええ。ああ、よかった。結構美味しいっすよね。ええ。
いつも結構こんな静かなんですか？ええ、独身をバカにしてるの。いや、バカにしてない、バカにしてない。人の結婚パーティーばっかり言ってるわよ。いや、なんか話あんま続かないなと思って、言えば。美里もいつの間にか結婚してたし、抜け駆けよね。なんかすいません。最後にギャグをやるわ。え、ギャグなんてあるんですか？ギャグあるんだ。じゃあうちのチルドレンもギャグ見たいって言ってますわ。見なさい。突然色気を出すリツコ。シンジ君、いい？目標センターに入れてズッキュンよ。いや、言ったこと出たらちょっと初めて聞いたよ。言ったことねえだろ、ズッキュンなんて。しかもちょ、色気それ、古くない、なんか掘り下げないで。あ、テレビ版だからか。そう、世代がちょっとバブルを生きてる。そうかテレビ版の世代なんだ。だからズッキュンって、目標センターに入れてスイッチのところをズッキュンに変えたの。ああ、それをわざわざ説明しなくても。やめてね、こういうの。あ、すいません。このギャグが良かったらチャンネル登録およびダイス戦闘配置お願いね。はい。編集で何とかして。あんまさ、ディスコのさ、セリフとか入ってないよね、普段あんまやんないから。全然出てこんかったわ。3つぐらいしか出てこなかったね。全然出てこんかったわ。普段やり慣れてないから。やり慣れてへんのに、張り切ってこんな格好してあかんな。めちゃくちゃ暑いでしょ、それしかも。暑。裏地がすごいのよ。ビニール裏地がすごいね、それ熱っ。おお、ああ、でも雰囲気違うな、全然。ちょっとほくろも、アスカの時と全然違うわ。そう、ちゃんと見てな、かい、眉毛も金髪やけど眉毛は染めてない。ああ、そうね、そうね、うん、そこがリツコ感あるわ。そうでしょ。うん、あと赤い口紅と、うん、やっぱアスカがいいな。